まあまあ今秋葉原駅に来てるんですけど、さっきあの松尾ジンギスカンさんに行こうと思って新宿のお店入ったら満席で、銀座の方も電話したらあの9時まで空いてないということで、ちょっと秋葉原店に電話したら8時から空いてるということなんで、ちょっと予約して待ってます。で、まあとりあえず今日試合終わりで来てるんですけど、ユニフォーム着て来店すると松尾ジンギスカンのポテトチップスがもらえるみたいな、ちょっとなんかそのキャンペーン中に行きたいなと思って、とりあえずユニフォーム着たまま秋葉原駅に来てます。ちゃんと書いてある。あ、ちゃんと部位の説明とかも書いてあります、ね。肩ロースとかカツとかも。今日はマトンの野菜付きにしてみようかなと思います。お願いします。
いただいてよかったです。いや、美味しかったので、ちょっとまた来れたらいいなと